しくお願いします。岩手医大の大桃です。で、今回ですね、RNA-seq のデータ解析ということで、テキストにのっとって、進めていきたいなと思います。で、一応目次というものを作ってきたんですが、もうすでに、どこまでですかね、1番目のソフトウェアの説明とかインストールの一部分が終わっているかと思います。で、インストールするソフトウェアで、R とそれから R Studio から、ターミナルを使ってコマンドラインディベロッパーツール、ホームブリューで、WGET の、インストールまで、進めていったかと思います。で、そうですね、その続きで、WGET も、一応スライド用意したんですけど、もうボーノさんが、進めていただけたので、次行きたいと思います。で、WGET のヘルプもさっき見てましたよね。いや、あまり言ってないの、もう一回やった。あ、もう一回やった。わかりました。で、WGET はすごく簡単に使えて、WGET の後に落としていきたいファイルネームを入れるだけで、ダウンロードが可能というものになります。で、wget-h っていうのを打ちますと、これもちっちゃいですね。で、wget の中身が見れます。で、wget の特徴としては、ダウンロードしている最中に、よく、パソコンがフリーズしちゃったりとか、あとは止まってしまったりとか、そういうのがあると思うんですけれども、そういうのを途中から、続けることができるっていうので、-c っていうのを入れると、ダウンロード途中のものが、再開してすることができますよというものが、この WGET の特徴かなというふうに思います。なので、ダウンロードしている途中で、もし止まってしまったことがあったら、こういうふうにですね、今回の講習の中でもそういうふうに使ってみてください。よいしょ。で、早速です。のトップハットについてちょっと説明しますけれども、このトップハット、非常にメジャーなものなんですけれども、遺伝子発現の際の、解析対象の配列を、レファレンス配列にマッピングするための代表的なソフトウェアの一つになっています。で、このソフトウェアの優れた点というのは、ストライスジャンクションを、推定してくれるところというところなんですけれども、実際に、イメージしにくい部分がちょっとあると思うんですけれども、ちょっと下に、漫画チックな絵を作ってみました。で、RNA-seq データとしてはいろんな、ブルーがエクソン1で、オレンジがエクソン2だと思ってください。RNA-seq しますと、いろんな、複合的なというか、エクソン1から2にまたがった情報から、エクソン1だけのとか、エクソン2だけのっていう情報がいっぱいこう散りばめられて、データが得られるかと思います。で、このトップハットをかけますと、それぞれ分かりやすいところでエクソン1かエクソン2だけの配列をパパパッとマッピングしまして、その後ですね、このエクソン1とかエクソン2のまたがっている部分を推定してくれるっていうのが、このトップハットの特徴になります。で、トップハットのインストールなんですけれども、ジョンズ・ホプキンス・ユニバーシティの、CCB というところから、最新版が落とせるようになっています。で、今回は、このテキストにのっとってやるんですけど、それをホームブリューでインストールしてみましょうというところがスタートになります。で、まだこのホームブリュー使ってトップハットインストールしてないっていう方いらっしゃいます、ほとんどの方ですね。では、98ページを、まず開いてください。これも実際にもうちょっとどうしたらいいかな。で、ターミナルを開いていただいて、よいしょ。ちょっと、もうちょっと文字を大きくできます。ターミナルが見えないかも。なるほど。あ、それは運動を大きくした。コマンドプラス、はい、もっとかな、
これぐらい大きいというか。で、そのまま、テキストにあるものを打っていってください。ブリュー。で、まずサーチ。で、トップハット。と打っていただくと、上か。これくらいで大丈夫です。で、あれ？エラーが出てる。エラーが出てますね。GitHub が どうします？これ Git エラーが出ちゃっていて60分待ってくださいと。みんなで一気にやりすぎました。これ秒数が減らないですね。みんなでフィートリミット。ああ。どうしましょうかねこれ。じゃあしょうがないので、これでやってみてください。はい、ちょっと皆さんも多分うまくいかない。みんなでこれ多分一気にやったから、これブリューのサイトが2からブリューってか多分ブリューが叩いてるこの GitHub のサイトの方にみんなでやっちゃったから、同じしかもアドレスから言ってるので攻撃だと思われちゃってるんです、うん、で、これでやってうまくいく？もう一回同じですね。いかない。あ、来た。いきます、ね、なので、どういった？ここですね、今ちょっと。あ、はいはい。で、うまくいまだ入ってない人ってどれぐらいいます？それぐらいか。じゃあ、それで、これの同じエラーが出るって方は、みんな出る。そっか。じゃあ、これ回しますので、ランのケーブルだとうまくまずは行くんだけど、あともしくは60分待たないといけないんですけど、ランの方の接続ならうまくいくと思うんで、じゃあいい。はい、まだまだやるんだっけ、ホームブリュー。しますね。しますか。このまま順番にやれば始まるはずなのでみんなが同時にやったから多分これなるほど。そうなんです。 GitHub がだから一気に叩きすぎちゃったそしたら続きか。はい、じゃあ、はい、じゃあ気を取り直して続きからいきたいと思います。で、ブリューサーチで、ホームブリューを使って、その落としてインストールしたいものを探してくるっていうことです。で、次に、これで、ちょっとテキストの方では、ホームブリュースラッシュサイエンススラッシュトップハットっていうふうになってますけど、僕の方はもうトップハット入っているのでトップハットだけっていうの感じに出てきています。じゃあそれじゃあ、インストールしていきましょう。インストールしてない方はインストールしてみてください。多分僕は蹴られちゃうと思います。
ブリューインストールトップハットで、インストールが開始するはずです。で、僕の場合はもう、トップハット入っちゃってるので、オーレディインストールになってます。これでインストールできてない方がいたらちょっと手を挙げてください。そしたら、この、インストール終わった完了していれば、フイッチトップハット、で打っていただくと、このトップハットが入っている場所っていうのが、出てきます。でスラッシュユーザー、スラッシュローカルスラッシュビン、トップハットっていうところに入ってますよっていう表示が出てくるかと思います。でこれで、トップハットのインストール自体は完了です。じゃ入ってるということだったので皆さん、今トップハットが全部入っている状況になるかなと思います。で次はカフリンクスのインストールっていうところですね。よいしょ。で、スライドに戻りますか。トップハットを打っていただくと、そうか、トップハットの、ヘルプが見れます。トップハットの、意外と慣れない。よ。じゃあ、トップハットって打っていただくと、よいしょ。トップハットにいろんなオプションをつけて解析することができます。で、そのオプションの内容っていうのが、トップハットと打っただけで出てきますね。で、実際後でトップハットかけるときに、詳細を、説明したいなと思うんですけど、例えば、すごく簡単なところで言うと、トップハットの今自分が入れてるバージョンを知りたいっていう場合は、トップハットの後に、-V と、スペース開けて -V って打っていただくと、バージョンが分かるよとか。それから、よく使うのは、ファイルを、ファイル、出力される先っていうのを、指定する場合に、-O っていうのを使ったりとかですね。それから下の方にスクロールしていくと -G というので、どの GTF ファイルを使うかっていう、その GTF ファイルを指定しますよというのが -G になります。で、小文字でいいとか大文字でいいとかっていうのがあるんですけど、これ必ず指定されているオプション、例えばこの、-G であれば G は大文字で必ず入力してください。それ以外のことをすると、うまくいかないっていうのが、特徴です。で、トップハットが皆さんインストールできたということなので、カフリンクスの、インストールもやってみましょう。で、まずトップハットによるマッピング結果をもとに、このカフリンクスが、遺伝子発現構造を予測して遺伝子発現の定量、それから、サンプル間の発現の差っていうのを算出してくれるため のソフトウェアになります。で、このカフリンクスは、公式サイトがありまして、開発者の一人で、コール、トラップネルさんの、ホームページっていうのがあります。で、こちらで、最新版をダウンロードできますし、こちらのホームページに飛んでいただくと、左上にインストールっていうのがあります。で、ここのインストールをクリックしていただくと、過去のバージョンの、カフリンクスをインストールすることもできます。では、カフリンクスをホームブリューでインストールしていきましょう。よいしょ。なかなかもう環境がうまくできている方にとっては、普通な時間かもしれませんが、サーチ。で、ブリューサーチ、カフリンクスを打ってみてください。そうすると、ああ、また、またダメだ。いや、またダメです。42分7秒。また。
サーチってせんでもええんちゃう。サーチしなくて、まあ、まあ、あるかどうかを確認してるだけなので、しなくてもいいかもしれない。その分なんか無駄な時間が、そうですね。したら、ブリューインストールカフリンクスっていうのを打つと、僕はもう入っちゃってるので、ワーニング出ますけれども。入ってない人でこれにかかった人いたら言ってください。一緒に対処しますので。なんか大丈夫そう。大丈夫なんじゃないかな。意外と。サーチをしなければいいのかもしれない。はい、いい。42分待てばいいんですよ。そしたら皆さんカフリンクスインストールできましたかね。で、まあ確認のためフィッチ、カフリンクスと打っていただくと、今どこにカフリンクスが、インストールされているかっていうのが表示されます。で、これが確認できたら、インストールが、まあ、できてますよということになります。そしたら、続いてはターミナルに、カフリンクスと打ってみてください。そうすると、カフリンクスのですね、またヘルプが表示されて、いろんなオプションの説明がダーッと出てきます。よいしょ。あれ、これトップハットか。よいしょ、ここか。で、先ほどと、トップハットと同じようにですね、-O で、出力先のディレクトリを指定できたりとかっていうから G で、GTF-G で GTF ファイルを指定したりとかっていう形で、進めることができます。で、こちらの詳細は、まあ、後で、あと、まあ、カフリンクスは明日ですね、やると思うので、その時に、どういう設定でどういうオプションをつけるかっていうところで、やっていただけたらなと思います。そうしたら、次行っちゃっても大丈夫ですかね。で、カマーバンドのインストールなんですけれども、実際に使うのはこれ明日なので、今日はちょっと省きます。テキストの中では、まあ、1日を通してずっとやっていくっていう形で構成しているので、この後カフリンクス、あ、じゃない、カマーバンドのインストールっていう項目を設けてますけれども、明日、実施してください。から、意外と忘れがちな、まあ、初心者的なお話になっちゃうんですけれども、スリープモードの解除っていうのを、やっておいてください。で、スリープモードを解除してない方っていらっしゃいます？皆さん解除してますか？であれば、問題ないと思うんですけれども、スリープモードの解除の仕方っていうのは、まあ、解析するときには、スリープモードに入ってしまうと止まってしまうので、必ず、解除しておくようにしておいてください。テキストの100ページに、記載がありますので、環境設定、システム環境設定の方からですね、解除しておいてください。今あったのはカフリンクスを、入力して、やってみました。はい、そうですね。もうちょこうリンクスと打つと、私の場合は、バーとこういう使い方出るんですけど、こういう追加使い方が出ないで、なんかエラーがブーストの多分エラーなんですけど出る方いますか、ね、まあそういうエラーがあったという話なんです、うん。今最新のやつでやられてっていうのがあって、実は、最新の同じものを取ってきても皆さんのコンピューターのわずかな違いでこれ再現しないんですよ。だから僕らもよくこれいつも悩まされるんですけど、その場合は、はい、その場合はですね、はい、114ページのところにですね、カフリンクスが動作しない場合の対処法っていうのが、記載してあります。114ページ、はい。で、まあ、まず一つ目はブーストをインストールするということで、まあ、ブーストを新しくする方法っていうのがあります。で、もう一つが、はい、そうですね、バイナリーファイルをダウンロードしてきてっていうことですね。そうです、はい、
どちらかを、簡単なのはホームページからバイナリーにしてくるが一番簡単かと思いますね。これが動かなかったことはまあないですね。ないですね、これは。でもし、まあ、準備ができている方がいらっしゃる、まあ、ほとんどの方が準備がうまくいっているかなと思うんですけれども、まず解析に入る前に、解析ファイル、解析したデータをですね、入れておくためのディレクトリを、作っておいてください。で、それが、前準備として、まずホームディレクトリへ、移動するということが必要で、こちらは、よいしょ、ターミナルで、まあ、CD を打ってください。そうすると、自分の、ホームのところですね、ニョロっていうところです。ニョロっていうところが、自分のところになります。自分のところっていうかホームですね、ホームディレクトリになります。で、なかなかイメージしにくい時に、まあ、ホームがどこかっていう位置なんですけれども、マッキントッシュハードディスクのところの、ユーザーの、まあ、僕の場合だとオーモモっていうところですね。ここが、今ホームディレクトリになります。で、ここに、解析用のデータを入れるためのディレクトリを作ってください。で、作り方なんですけれども、先ほど、最初にボーノさんが言ってましたけど、mkdir で expression と打っていただくと、ホームのところに、エクスプレッション解析用のデータを入れるための、ディレクトリを作ることができます。で、今日明日、この解析を行うのはこの、エクスプレッションの、ディレクトリの中で、解析をしていただきたいので、その下ですね、解析データを入れるディレクトリを作成した後に、CD でエクスプレッションと入れてそのエクスプレッションの中に入ってみてください。そうすると、と入れると、ユーザーの左側が、エクスプレッションというふうになっているかと思います。で、これで今、自分がエクスプレッションの中の、エクスプレッションのディレクトリの中にいますよというふうになります。で、先に行きます。進めちゃいますが、次、何をするかと言いますと、リファレンス配列データの入手ということになります。で、まあ、本書でも、いくつか紹介してるんですけど、今回やりたいのは、まあ、ドライ解析標本の中から、まあ、専用サーバーからダウンロードするということがまず一番、目にやりたいなと。で、他にも一般的には、まあ、公開データのダウンロードで、アンサンブルとか NCBI とか UCSC、それから、まあ、ハイゲノムですね。こういった、3つのものをまとめて置いてある、イルミナ社の、サイトがありますけれども、そういうところで、落とすことができます。で、入手するファイルっていうのは FASTA ファイル、ゲノムファイルとか、GTF ファイル、GENS、GTF とかってそういうものを落とします。で、今回ですね、ちょっと、サーバーの挙動が今おかしくなっていて、このテキスト通りにやっても実はちょっと落とせません。で、ウェブブラウザーとかを使って主従者の、サイトにちょっと飛んでいただきますと、こういった、ページとかが表示されるのでちょっと見てみてください。で、ブラウザーとか使って表示されますと、表示してもらうと、このテキストに、ある、まあ、ここからファイルをダウンロードしてくださいとかっていうページに飛んでいきます。で、レベル2の2の仮想を降りていくとですね、もうちょっと大きくした方がいい。
アノテーションとシークエンスっていうのが出てきて、でアノテーションの下にアーカイブスがあって、アーカイブの、パターンがあって、ジーンズの下にゲノム GTF っていうのが、クリックしちゃったあります。でこれクリックしちゃうと、開けちゃうんですけれども、102メガもあるものなので、これをまあダウンロードしてくるっていうのがまず一つです。で、ダウンロードの仕方なんですけれども、よちょっとすいません、ですね、このテキストでは、ダブルゲットの後に、-r とか -np っていうオプションをつけてます。で -r は、再起取得といって、こちらが右側にですね、落としてきたいファイルの名前を入れた時に、そこの、ディレクトリならディレクトリにあるものを全てごそっと持ってくるよとか、それから -np っていうのはノーペアレントとして、ディレクトリ階層の外部にあるデータ取得をまあ禁止するっていう、オプションをつけているんですけれども、今回は、そこをつけなくてですね、ダブルゲットの後ろに、そのまま、ゲノムズ GTF っていうのを、入れてください、ドラッグ&ドロップですね。そうすると、このダブルゲットの後ろに、このファイルの、URL みたいなのが出てきて、でそれをエンターを押す と、ダウンロードが開始します。でですね、この GTF ファイルは、102メガなのでそこまで重たくないかなと思うんですが、ゲノムの、ファストファイルの方は、ちょっとギガなのでなかなか重たいかなと思います。スペース開けて始まりました。よかったです、ありがとうございます。いや最初は皆さん大丈夫、はい、スペースとかスペース重要なんですか、ね、はい、スペースと大文字小文字はすごい大事、そうです、一回入力した時に全部このディリートっていう、そうね、それはね、やり方があってやっちゃいました。消さないで一番前に行くのはコントロール A って押すから一番前に。あ、そう。うん。で途中で編集して、それはもうこれ矢印。で、はい、今、こういうふうにドラッグアンドドロップで持ってくるとかなり長いものがあるんですけど、こちら側に持ってきたいときは、コントロール A を押すと一番前から、それをずっと左押してバーッと行くよりは、まあ、一番前に行くっていう技もあります。そしたらうまくいっているようなので、次行きます。で、その次が、ゲノムの、ファスタファイルを、ダウンロードするところなんですけど、同じように、ダブルゲットの後ろに、持っていってください。で、これは、先ほどの、よいしょ。どこだ。よいしょ。こちら側のサイトで、さっき、GTF ファイルのところから、ペアレントディレクトリっていうのを押して、また上層に戻ってください。よいしょ。でそうすると先ほどはアノテーションのどこか下に降りていったんですけど、今度シークエンスを、これみんながサーバーが死んで、おお今日これだな、これに苦しめられるな、同時にやると多分ダメかな。そうですね、これ。ああ、確かに今死んでますね。じゃあ皆さん準備が整ったというところで、午後から、はい、スタートしたいと思います。で、現段階で、GTF ファイルとあとゲノファスタファイルが皆さんの、パソコンの環境の中にあるという状況が作れました。
で、ちょっと訂正なんですけれども、テキストにですね MD ファインドを使って、ゲノムの、ゲノムじゃない、ジーンズの、GTF ファイルを探すっていうコマンドが、あると思います。101ページですね。あるんですけれども、ここで、ちょっと、ミスがありまして、こちらで示している修正者 .com 以下のこのピンク色のところですね。このユーザー名は皆さん多分個人で違うと思うんですけれども、この修正者 .com ngs.level2igenome っていうところが入ってない状況で、テキストにはあるんですけれども、このテキストを作ってる途中でですね、修正者 のウェブサイトを作ってくださるっていうところの話が来て、それで修正をし損なった部分だったので、ちょっとそこの部分を訂正しておいてください。で、これで、修正者の、サーバーからのダウンロードというのは、一旦終わりで、いいですかね。皆さん書いて。で、おそらく皆さんのターミナルの環境で、MD ファインド、ジーンズ .gtf、で、ハイフンでオンリーイン、で、ニョロ、スラッシュ、エクスプレッション、スラッシュで、入力してもらえると、こういった内容が出てくるはずです。一度やってみてください。もし出てこなかったらちょっと教えてください。では続いて、あと他にこのリファレンス配列データの入手の仕方っていうのはいくつかあるというお話をしましたけれども、ですね。今日ちょっと説明したいところとしては、今1個目が終わりました。で、2個目のアンサンブル使ったものっていうのと、あと iGenome について、ちょっとこの NCBI と、UCSC のやつはちょっと今回省略します。で、まずこのアンサンブルのところからダウンロードっていう話をちょっとします。皆さんがこの後ダウンロードする必要はないんですけど、このダウンロードの仕方としてちょっとお話ししたいなと思います。で、Google とかでですね、そういうので使ってアンサンブルってちょっと検索かけてみてください。もうやったことある人もあるかと思うんですけど。で、アンサンブルのウェブページに行くと、いろいろあるんですけれども、上の方にヘルプ&ドキュメンテーションっていうのがあります。で、ここをクリックしてみてください。おっと、上のとこですね。で、ヘルプ&ドキュメンテーションを開くと、いろいろ書いてあるんで、ユーザー、ディスウェブサイトとか、アノテーションと、プレディクション。で、データアクセスっていうところが左に下にあると思うんですけど、ここの下の方にですね、FTP のダウンロードっていうところがあります。で、ここをクリックしてみてください。ヘルプ&ドキュメンテーションから、FTP のダウンロード。で、そうすると開ける FTP ダウンロードっていうところが開けまして、下の方にですね、ヒューマンとかマウスとかゼブラフィッシュとかっていうのがあって、一番左の一番スピーシーズの隣ですね、 DNA って書いてあるファスタファイルっていうのがあります。で、ここで、ファスタファイルがダウンロードできます。から、その1234567個目ぐらいですかね、ジーンセットってあって、ここに GTF ファイルがあります。で、今回使うファイルとしてはファスタファイルと GTF ファイルなので、ここからダウンロードできますと。で、これは、GRCH の、38なんですけど、いろいろバージョンを選べるですが、ここからはそうですね、38がダウンロードできます。で、続いてイルミナ社が公開している iGenome っていうところのサイトも、そこからも、リファレンスファイルをダウンロードすることができます。で、これも、Google と使って、iGenome っていうふうに検索かけてみてください。
でこれはまあテキストでも紹介してるんですけど、イルミナアイゲノムってでアイゲノムが表示されるんですけど、表示されると、これも、左側のカラムところがスピーシーズになっていて、まあ、アルファベット順に並んでます。で、H のところに、ホモサピエンスっていうのがあって、で見てもらうと、アンサンブルとか UCSC とか、NCBI とか、それぞれのバージョンをここから簡単にダウンロードできるようになってます。でここからダウンロードするときもダブルゲットを使ってダウンロードすることも可能ということですね。それがテキストで紹介している内容になります。でこのダウンロードされるファイルっていうのはものすごく、重たいもので、例として、この iGenome の NCBI の、ビルド 37.2 をダウンロードした場合を書いてあるんですけど、このファイルが、43GB ぐらいありますと。でまあうちの大学のネット環境で2時間半ぐらいかかったんですけど、まあネット環境にちょっと依存する部分はあると思うんですけれども、それを、そのまんま回答するとさらに大きいファイルになります。で、そういう時に、このター GZ ファイルの中から好きなものを選んで、ダウンロードするっていう方法が、今回のこのテキストの、103ページに紹介している内容になります。まあ、ぜひ今日はやりませんけれども試しにやってみてください。それが、これですね、103ページに紹介してます。で多分おそらく今皆さんの環境でやるとかなりの時間もかかってしまうので、今回はちょっと割愛します。で続いて今度今リファレンスファイルがダウンロードできたという状況で、次解析データの入手ということをします。でFastQGZ ファイルをダウンロードする方法、まあ、ざっくり言うと2種類あって、 FastQGZ ファイルをダウンロードする方法 と、先ほどですね一番最初にボーノさんのお話にあった SRA ファイルをダウンロードする方法という、まあ、大きく分けて2種類あるかなと。で FastQGZ は、まあ、回答すれば FastQ ファイルが出来上がるんですけど、 SRA ファイルの場合は FastQ ファイルへの変換というものが必要になってきます。で今皆さん多分エクスプレッションのところの、ディレクトにいると思うんですが、まあ、念のため、CD でエクスプレッションの、ディレクトリのところにいてください。こちらターミナルに、打ち込んで、エンターを押すとそこに行きます。ここまでは大丈夫ですかね。で、ちょっと待って。で、今回ですね、この、講習会で使うデータっていうのが、まあ、どこにあるかっていうのが、ここに、示してあるんですけれども、これを打ち込むのもちょっと大変なので、Google 等で、E-MTAB-1086 っていうのを検索かけてもらえると、すぐに行くかなと思いますので、まずこの、Google 等でちょっと検索してみてください。で、このサイトに行ってみてください。で、そのサイトに入ってもらうと、アレイエクスプレスっていうところのサイトの、まあ、データが保存されているページに行きます。で、サンプルズで括弧7って書いてあるところに、Click for details sample information and links to date.データっていうふうに書いてありますので、そこに入っていってください。でそうしますと、ダーッといろいろこのデータのいろんなものがダウンロードできるところに行きます。ちょっと僕もそれを表示します。
てですね、このウェブページに入ると、まあ、左側にソースネームみたいなのが書いてあって、からホモサピエンスでエンブリオでセルラインみたいな、まあ、このデータの特徴みたいなのが書いてあります。で、今回この、使う論文の、データはチップセックをやってるものと RNA セックをやってるものなので、両方が、両方のデータがですね、ここに入ってます。で、ちょっと下の方、あ、その前にか。で、今回このここからダウンロードの仕方、ダウンロードしてもらうんですけれども、この右側をちょっと見てもらうと ENA、 それからファスト Q、プロセスドゥっていうふうに書いてあるのがあります。で、この EMA なんですけれども、よいしょ、ちょっと一つ、クリックしてほしいんですが、今回使うデータがだいぶ下の方にですね、DP3 って書いてある、一番左のところは DP3 って書いてあるやつの、エンブリオのエンブリオニックステムセルのデイゼロですね、ここか、よいしょ、これのこの部分の、ダメだ、もう一回ここをクリックしてみましょう、よいしょ、そうするとですね、このエンブリオの、ES 細胞の、ゼロデイのやつが表示されます。で、欄としては ERR の266335っていう名前が付けられていて、これはどういう条件でシークエンスしたのかっていう説明と書いてあります。例えばサブミッティです、センターには、ここですね、ここにはどういうどこのリサーチセンターでやったのかとか、ステムセルのプログラムでやったとかっていう書いてあります。まあ、ランデータは書いてないですけど、プラットフォームはイルミナで、そのモデルはイルミナのハイセックの2000と、ちょっと前のやつですね。で、リードカウントが書いてあったり、ベースカウントが書いてあったりと、基本的な、このシークエンス情報のサマリーみたいなのがここで、見ることができます。で、重要なのがライブラリーのところで、RNA シークやりましたよと。で、ページ前の方に戻ってもらって、この2列目右側のカラムのところですね、 ENA の横が、ファスト Q ファイルになります。で、まずターミナルのところで、よいしょ、ターミナルに wget を入れてもらって、そこに、よいしょ、これか、DP3 の、よ、これですね、これを、よっと、ドラッグ&コピーしてある。そうすると、表示されます。で、これであとはエンターを押せば、ダウンロードがスタートするはずです。で、これみんなで一斉にやるとまたサーバーが落ちてしまったりとかっていうことが起きるので、どうしようかな。ファスト QGZ ファイル。もうこれをダウンロードし終わってる人ってどれぐらいいます？事前に準備して終わってるっていう方。あ、1名、3、すごい、あ、2名。ここって結構時間かかります、ね、かかりますかかりますか、くば、あるかな、
まず一つですね。じゃあいけるのかな。じゃあ こちら側の列の人からこれでまずダブルゲッツでちょっとダウンロードしてみてください。何パーのファスト Q、 ファスト QGZ だけど BI から取らなくてもすぐそこにあるあーあーあー同じ番号を、うん、そうですね、同じ番号を DDBJ の DRA で検索し て、うん、していただけませんかね、はい、DRR のその番号 DDBJ、 そしたら一瞬で終わるんで同じダブルゲットやるにしてもそれで、うん、あ、じゃあそれでいきましょうで、いや、あとまず URL まず示して、はい、ただこの ERR の番号が DDBJ の DRA で検索していただければ、番号だけ分かれば、番号は共通なんで、これこれか、はい、ちょっと待ってください。 ERR の番号やで、はい、じゃあそれは一緒だって、じゃあこっちに書いてあるでしょ、こっちのテキスト書いてある、2633こうか、ググっても出てこないので、そこで検索、検索、ちょっと待ってください。検索ってあるでしょ、ここに、うん、あ、それ。そこで、ちょっと下で DRA サーチってあるから、左の真ん中辺、もし DRA サーチ、これだ、すいません。使ったことないですか。使ってくる。で、ここで、はい、こっちから使ったことないです、はいはい。それで検索してみて、出てくるでしょ。はい。で、ここですね。はい、ファスト。それ、はい、ファスト Q スロー。で、これを、例えば、ここにもう、ここですね、これ、これ。これ、これをちょっとクリックして。で、これからダウンロードすることができます。この URL、そうそうそう。この URL をダウンロードする。はい。じゃあ、ちょっと今、それをやります。良い子の皆様はですね、ERR の、 そのさっき言ってるこの番号があるんですけど、 ERR の266335っていうのを DRA で、あの DDBJ の方のやつでサーチ してください。そうするとこれでやると一瞬で終わるから、はい、で、だったら落としてもごめんって言いに行けるんですぐそこ復旧しますんです。じゃあこれでダウンロードしてみてください。ただこれ BZ2 になってるんで、はい、ちょっと圧縮が、ああそうか、違いますね。いや、いや、じゃあ G なのを B にすればいい、うんうん、BZIP2 にすればいい、すいません、いい、こっちだと落ちません。でこれで、まず一つ目の、266335を、ダウンロードしてみてください。ファースト Q の場合って配らなかったのかな、この中に入って、じゃあ渡したんで、あ、今これテストでやってるだけ。そうです。あ、そっか。連携にいる一番の得は、これが一番早く、日本中で一番早く取れることです。ちょっとすみません。いろいろ注意されました。いい、すみません。ありがとうございます。はい、これ、あ、これはファイルがないって言われてますね。これは、あなたのダブルゲットの最後が、最後はこれディレクトリ名になってるから、すみません、どこをドラッグアンドドロップするか、もう一回、はい、ですね、これの先を読むね、あ、ここまで行きました、はい、わかりました。ここまで行った時に、ファスト Q この上のところですね、サファリ見てるからか、そこじゃなくて、ここもう一個先が、で、この後にクリックしてください。そうすると、その下にあるサファリでやってるとこういう画面が出ないんですよ。FTP の画面になっちゃうと思うんで、できれば Firefox か Chrome でやっていただくとこういうふうにちゃんと出ます。サファリはちょっと謎仕様なので、FTP は。この、でも、このディレクトリー名はコピーして、これも、これを書けば ERR の266335の .faq.bz と書けばいけます。はい、
ょっと僕も試してみます。でも取れますね、やっぱり。すぐ終わる。すぐ終わるっていうレベルじゃないですね。いや、でも、2分。1分、そうですね、2分ぐらいですね。はい。日比谷よりは近いと思います。そこの建物にワークしてますから。で今やったことをちょっともう一回繰り返しますけど、ダブルゲットを入れた後に先ほどのこの FTP のサイトから、ドラッグ&ドロップして持ってくると。ただまあサファリだとまあこれがうまく表示されないっていう状況なので、まあ、Firefox とか、そういうものを使っていただくか、サファリのところで言うと、多分ここまでで、違う、ここで終わっちゃってるんですよね。そうですね。でその後ろその下に後にですね、ドラッグ&ドロップした後にこいつを入れてあげるとダウンロードできるかなと思いますので、やってみてください。まあ、このテキスト的に言うと、ここから落とせる、ファスト Q GZ ファイルが落とせて、それを、解凍することでファスト Q ファイルになるなります。で、ちょっとこっちにも書いたんですが、今回使うデータの全部を足すと、合計で43ギガぐらいになりますので、皆さんの、ハードの容量、これぐらいは最低、確保しておいてもらえたらなと思います。で今、この ERR266335 のファスト Q ファイルを、ダウンロードした方は、エクスプレッションの下にですね、エクスプレッションのディレクトリの下のところに入っているように、ちょっと置いておいてください。デスクトップとかそういうところに置いてあると、この後の、この後の工程でちょっと支障が出るかなと思いますので、エクスプレッションの下に入れておいてください。で、この後ですね、ファスト QGZ ファイルがあったら、まあ、解凍して、確認をしてということをしようかなと思っていたんですが、今ファスト Q ファイルを渡してしまったので、ちょっと内容を変更してこの先をちょっと進めていきたいなと思います。よいしょ。じゃあちょっとファスト Q ファイルをダウンロードしてもらってる間に、次のちょっと説明だけをしたいなと思います。でデータ解析の2番目として、まだ落としてない人います？今してる最中、これで最後かな。でもう一つ、SLA ファイルをダウンロードする方法っていうのもあります。で、これを、ダウンロードSRA ファイルをダウンロードした場合ですね、ファスト Q ファイルへの変換が必要ということで、その時に使うツールとして SRA ツールキットっていうものがあります。で、この SRA ツールキットのダウンロードの仕方っていうのが、106ページに記してあります。で、今日は、まあ、これをやる、また、時間がかかってしまうので、今日はやらずに、まあ、今日、お家帰ってから、試しにやってみてください。またこれもホームブリューでインストールできます。ブリューインストール SRA ツールキットっていうのを入れてもらえる と、ダウンロードできます。インストールできます。で、このファスト、SRA ファイルから、ファスト Q への変換は、ファスト Q、ハイフンダンプっていうのを使って、SRA ファイルを、ファスト Q ファイルに変換っていうふうに行うことができます。で皆さん、ほとんどの方今ファスト Q ファイルをダウンロードできてる状況でよろしいですか？大丈夫ですか？はい。で、この、SRA ファイルじゃないや、すいません、 ERR266335 のファスト Q ファイルの中身をちょっと見てみようと思います。でヘッドコマンドっていうのを使って、その一部分ですね、ヘッド部分を見ることができますので、まずこれを試しにやってみてください。ヘッドの後スペースを一つ開けて ERR266335.fastq というふうに入れてみてください。でそうしますと、
先ほどですね、ボーノさんのところでもありましたけれども、よいしょ、4行が一つの単位となってます。でちょっと拡大しますけれども、拡大するとアットマークで始まる ERR なんちゃらかんちゃらっていうふうな続いているもの と、2行目が、CTCAAT っていうふうに続いているのと、あとはプラスマークがあって、4行目に C とか F とか H とかっていうのがあります。でこれがまあそれぞれ何を示しているかっていうのは先ほどちょっとありましたけど、今回簡単にちょっと説明しますと、まず1行目は機器ですね。機器の ID とかレーン番号とかから、タイル番号ですね。ハイセックとかではよく一つのレーンの中で番地付けがされてて、まあ、そのタイル番号っていうのが出てきます。ここで言うと、この1101かなですかね。でレーン番号が1番ですね。でタイル内のクラスターの X 座標があったり、タイル内のクラスターの Y 座標からインデックス番号があったりとか、ペアの番号、シングルリードで読んでいるのか、ペアドエンドで読んでいるのかっていうのが数値になってます。で2行目が塩基配列、いわゆるこのデータを、まあ、この後の解析で使っていくというわけですね。で3行目がプラス、まあ、配列の ID を記載することもありますけど、まあ、プラスであること。で4行目がこの、2行目に書かれている塩基配列のクオリティを示しているクオリティスコアになっているというような状況です。で、ファストキューファイルが、得られたので、このファストキューの、クオリティを見るためにファスト QC っていうものを使います。でこのファスト QC っていうものを使いたいんですけれども、この Java で動くっていうのが特徴で、この Java をダウンロードする必要がありますので、まずこのファスト QC にかける前に Java をダウンロードしていきましょう。で Google でまた、この Java SE っていうふうに打ってください。 Java SE ですね。 Java SE っていう、でこれをダウンロード、このページにまず飛んでいってもらって、でそうすると、上部にですね、Java のダウンロードところがありますので、ここをクリックしてください。ここまでいけますかね。でそのダウンロードのところをクリックしていただくと、今これ最新版になってますけれども、この部分がテキストのところとちょっと表示が違うかなと思うんですけど、まあ、日々新しいものが更新されていくので、今は、SE ディベロップメントキットの 8U73 と 8U74 両方が記されているかなと思います。で、ダウンロードするときに、上部ですねにアクセプトライセンスアグリメントっていうところと、ディクラインライセンスアグリメントっていうのがあるので、まあ、アクセプトの方ですね、アクセプトの方をクリックしてあげてください。でそうすると、下のところが、アクティブになるので、そこからダウンロードするんですけれども、ちょっとこのテキストを作った時と、予想が変わってて、この部分ですね、 MacOS X の、ところのこれをクリックしてあげてください。でそうすると、ファイルを開こうとしてますという表示が出ますの でファイルを保存するという形で、まずダウンロードしてみてください。でダウンロードできたら、まあ、それをクリックしてあげると、まあ、パッケージですねが表示されるので、あとはもうその指示に従って、インストールしていってください。でインストールを進めていくと、パスワード聞かれるので、自分の PC のパスワードを入れてあげるとそのままインストールが、スタートするかと思います。じゃあインストールが終わった人は、終わった人から、まあ、続けてやっていってもらいたいんですけど、まあ、これで無事インストールが終わったので、次ですね、ファスト Q の結果を QC の結果を入れるディレクトリを作成しようということで、この
今エクスプレッションのところにいるかと思うんですが、一応念のため、CD でニョロ、スラッシュエクスプレッションと入れてください。でそこにまたエクスプレッションの、ディレクトリの中に自分がいるっていうのを確認した上で、ファイルを作ってくだ、あ、ファイルじゃない、ディレクトリを作ってください。で作り方は、109ページの真ん中辺ですね。109ページの真ん中辺に、CD ニョロ、スラッシュエクスプレッションで MKDIR ファースト QC というふうに書いてあると思うんですけど、これで、ファースト QC のディレクトリを作ってください。で作り終わったら、テキストではまあそのまま先に進んでいるんですが、ファースト QC のオプションを確認してみようということで、ファースト QC のあと -H、まあ、ヘルプの H ですねを入れてみてください。ちょっとでかすぎる。そうすると、このファースト QC の、説明とか、が出てきます、表示されます。でこのファースト QC 非常に簡単で、ファースト QC の後にですね、出力先のファイルですねを入れてから、まあそうか、今回はハイフンハイフンノーグループを入れた後に出力先のファイルを入れて、ファイル名を入れてファーストキーを入れるっていう形で、まあ、実行するっていうことになります。よいしょ。よいしょ。でこのファースト QC のオプションの中で今回使う、ノーグループってやつなんですけど、シークエンスリードが長くなるとサンプライム末端の方ですねが解析結果が束ねられてしまって、なんかこうシークエンス結果がこうぐしゃっとこうまとまってしまうので、まあ、そういうのを防ぐための、オプションになってます。それでは試しに皆さんに入れてもらったファースト QC、ファースト Q ファイルを、ファースト QC にかけてみましょう。よいしょ。すいません。すいません。ここでやってて、すいません。ブリューインストールファスト QC。そっちが先でした。大変申し訳ないです。入れてなかったですね。すいません。で、ファスト QC のインストールは、109ページの上部ですね。ブリューインストールファスト QC。はい。すいません。大変申し訳ないです。そしたらインストールが終わっ、ファースト QC のインストールが終わってる人から、この109ページの中段下のところですね、ファースト QC で、ハイフンハイフンで、ノーグループのところで、先ほどちょっと聞き逃したっていう方がいらしたので、どこだ、全部インストールしないといけないからで、もう一度説明したいと思うんですけれども、このノーグループ入れてあげるとシークエンスリードが、長くなっていると、まあ、要は50ベース以上ですね、はい、なっているとサンプライム末端の解析結果がこうぐしゅっとこうぐしゅっとっていうか、10ベース単位とかそういう単位で束ねられてしまうので、まあ、一個一個の、クオリティがよく分かんないっていう状況になります。なので、そういうのをしっかりというか一個一個見ていけるような環境をこのオプションをつけてあげて、実行することで見ることができるというふうになります。シークエンスリードってサイクル数によって変わるじゃないですか、はいはい、なんかそれに対応してっていうことですか。そうですね、はい、はい、東のどこかで気がする高くなると、この上に50ベース以上になるとやっぱりこう後半部分が束ねられちゃうっていうところ、多分50
そうですね。はい。それ単独のプログラムなんです。別のファイルも必要とするから動かないんです。はい。動いてきたっていうのは結果的にどういうこと？後半部分ってやっぱりシークエンスかけていくとこうクオリティ落ちるじゃないですか。それがどっから落ちてるのかっていうのがまあ明確になるっていうことなので、これは絶対やらなきゃいけないっていうわけではないです。ざっくりとクオリティが分かる程度であれば別にこれを入れる必要はないと思うんですけど、まあ、しっかり見てやりたいなっていう時は見といた方がいいかなと。そこの問題ですかね。いや、あそこじゃない。これ3プライムマッターだけが束ねられるんです。全体的にこう前半部分は束ねられないですけど、後半部分がって。でもうすでにですね、ファースト QC を走らせてる人もいるので、実際に、ファースト QC をちょっとまだやってない人はやってみてください。でそのコマンドは、109ページのですね、ファースト QC で、ハイフンハイフンのノーグループで、出力先のフォルダを指定して、ファースト Q 入れると。でもうすでにファースト QC、終わってる人にですね、まあ、ちょっとした補足ですけれども、もともとこのファースト QC 自体は、GUI で動くようになってます。なので実は、ターミナルのところにですね、ファースト QC って入力してそのままエンターを押すと GUI の画面が立ち上がります。まあ、こういう形でもし使ったことがある方っていうのはもしかしたらいたのかもしれないんですけど、実際にもう終わっている方はちょっと試しにやってみてください。よいしょ、ファースト QC と打つだけと。あ、出てきた。よいしょ。でこういった画面でファスト QC の GUI の画面が立ち上がって、左上にファイルっていうのがあります。ファイルとヘルプですね。でファイルのところで、オープンを押して、今回の解析に使っている、ERR26635 のファスト QC を選択して開いてあげると、ちょっと時間かかるかもしれませんが、結構かかるな。これもファースト QC をかけるところからスタートしちゃうんだ。ちょっと時間かかりますね。これでファースト QC をかけられるっていうことですね。まあ、2つのやり方がありますよということをちょっと今回ご紹介したいなと思います。じゃあ、まだ終わってない人もいるかもしれないんですけど、終わった人は、このファスト QC のディレクトリに CD で入ってみてください。今これでディレクトリを移動してます。でそこで、LS って押してみてください。そうすると、まあ、中身がファスト QC の結果の中身が見れて、その中でですね、ファスト QC の結果が見れるのが、このファスト QC の .html っていうところで、まあ、見れるというんですけど、そこをダブルクリックしたら、Firefox の人だったら Firefox が立ち上がって、見ることができるんですけど、ターミナル上で、open-a Firefox の人は Firefox、 Safari の人は Safari、Chrome の人は、Google で、バックスラッシュで Chrome って打ってあげた上で、見たい HTM ファイルを、TML ファイルを、入れてあげると、立ち上がります。なので、まあ、こういうやり方もあるよというのをちょっと試しにやってみてください。よいしょ。で今試しにですね、open-a で、Firefox でファイルの、ファースト QC の出てるファイルとそれから HTM ファイルを開いてあげると、ちょっともう一回やるか、トントンで、こういう形でブラウザーが開いて見ることができると。
でもうすでに終わってる人は、このファースト QC リポートを、まあ、眺めてみてください。これ何を表してるのかな、例えばパワーベースシークエンスクオリティがどんなものなのかなって、このあとちょっと細かい、細かくというか一個一個ちょっと説明していきたいなと思っているんですが、どういうふうに、各、まあ、パラメータというかが見れるかっていうところをちょっとまあイメージできるようにちょっと見ておいてください。で、左側のサマリーのところにですね、なんかバッテンがついて、チェックマークがついてたりとかバッテンがついてたりで、まあこれどういう意味なんだろうとちょっと考えながら見ておいてください。まあ、緑色でチェックされてるのはうまくいってるのかなとか、×で赤印になってるのはなんかうまくいってないだなっていうのがなんとなくイメージできるかと思うんですけど、で多分皆さんお持ち、もうすでにこの RNA-seq とかのデータを持ってる方とか、がまあこういうの、実際の自分のデータとか、あとは他のですね、あの公開されてるデータでもあのこういうの試してみて、あのクオリティが悪いものとかからクオリティがいいものっていうのは必ずあると思うので、まあ、そういうのを見比べてみるっていうのも、まあ、いいかなというふうに思います。で今回も、この後にですねトリミングっていう操作を行って、この、今見てるのは、まあ、ほぼ生に近いファスト Q ファイルなので、これをトリミングした後に、まあ、どう変わるかっていうのも見えるかなと思います。ファスト QC のディレクトリの中にですね、ある HTML ファイルを開いてみてください。もしくは、大丈夫ですか？もしくは、先ほど説明した Open というコマンドで、まあ、開くこともできます。で、まあ、資料に、皆さんに配ったっていうか、資料にですね、それぞれの、パラメータというか値の、まあ、説明はあります。でまず一つ目は、ベーシックスタティスティックスっていうので、まあ、結果のサマリーが書いてあります。で実際に見てもらうと、よいしょよいしょですね、よいしょ、ちっちゃいな。ファイルネームのところに今回のファスト Q の、ファイルネームが書いてあって、ファイルタイプが、コンベンショナルベースコールドで、サンガーのイルミナ 1.9 っていうので、トータルシークエンスが、6000万リードぐらいですかね、6453万リードっていうのが出ててっていう、まあサマリーが書いてあります。で、パワーベースシークエンスクオリティの方なんですけど、これは、ベースあたりの、クオリティが出てます。でここバッテン、赤マークのバッテンついてますけれども、よいしょですね、シークエンスのクオリティが、フレッドスコアって言われるもので、まあ、出されるんですけれども、いいものクオリティのいいものっていうのは、30っていう値、30以上とかっていうふうに言われてます。ちょうど緑色のゾーン、まあ、これ28にちょっと見えますけれども、だいたい30以上であるとクオリティのいいものっていうふうに言われてます。で、この30とか20とか10とかっていうのはどういうことかっていうと、それぞれシークエンスエラーっていうのがどれぐらいの割合で出てくるかっていうのが、一つの指標になってます。で、30っていうのはどれぐらいかっていうと、0.001 なので、0.1% の、確率で、まあ、シークエンスエラーが出てくるっていうのを、まあ、それ以上であればクオリティがいいよっていうふうに示して、とされてます。クオリティがいいものと、まあ、なので20この、クオリティスコアが20っていうものは、1% の割合でシークエンスエラーが出てくるよと。なので、そこは、30以下なのであまり良くないよと。で20以下っていうのはもうかなり20以下というのは、まあ、1% 以上の確率でシークエンスエラーが出てくるというのをもう全然使えないようなものですよっていう
クオリティの悪いもので、そういうのが出てるので、まあ、特にこの、配列でいうと、配列じゃない、シークエンス、ファースト QC の結果でいうと後半部分ですね、シークエンス、皆さんウェットはやってますか？実際にシークエンスをかけてる人っていうのはどれぐらいで、まあ、ハイセックとかをいじってもらうと、だんだん、最初のリードはまあそこそこクオリティがいいんだけど、後半になるにつれて下がると。で今回は、シングルリードなのでこれで1回終わってますけど、ペアードエンドの場合はここからまたリターンしていくときに一旦またこの、クオリティスコアが上がってまた下がっていく、そういうような傾向にあると思います。でこの後半部分っていうのをちょっとトリミングして、あのこの後の解析に使いたいなっていうのが、まあ、こういう図を見ると、まあ、ざっくり分かると。なのでこういうのを、まあ、それの、トリミングの参考にするっていうのが一つこのファースト QC の、あり方というかなります。でパータイルシークエンスクオリティもこれ一見すると真っ青に見えるんですけど、ところどころこう色が変わっているところとか、皆さんの画面で見てもらった方が分かりやすいかもしれないですけど、こういうところでちょっとブルーが基本的にクオリティがいいところなんですけど、悪くなると赤くなってくるのかな、まあ、色の変化、そんなに、まあ、今回のこのシークエンスデータはクオリティが悪くないのかなっていうのがここでざっくりと分かります。で、パワーシークエンスクオリティスコアっていうところですけど、まあ、全体を俯瞰してみたときに、どれぐらい、横軸が、フレッドスコアで、シークエンスのクオリティのスコアですね、さっき言った30以上だといいよっていう。なのでこの今回のデータを見てもらうとほとんどが30以上に位置しているので、まあ、今回のシークエンスデータはクオリティはそこそこいいのかなと。よいしょ。でこれが、パワーベースシークエンスコンテンツなんですけど、こっちも一緒に出しておいたから分かりやすいかな。お、失礼しました。今は、パワーシークエンスクオリティコンテンツ、これか、各位置における塩基の出現頻度ということで、よいしょ、まあ、大体平坦になってるって、まあ、ここがちょっとごちゃごちゃしてますけど、最初の方ですね、まあ、基本的に平坦であるっていうのが、まあ、理想的なものになります。でその次パワーシークエンス GC コンテンツ、コンテンツは、GC コンテンツがどういう状況にあるかっていうので、まあ、示されてるんですけど、まあ、大体、こういうのはいいと。でこれが乱れていると、まあ、例えばですけど、まあ、RNA-seq の場合はあまりないんですけど、バイサルファイトシークエンスとか、CT コンバージョンしちゃって AT リッチになっているものとかっていうのはこういうのがだいぶ乱れてくる、まあ、RNA-seq の時に乱れている場合はあのライブラリの質が悪いのかなと思います。でその次のパワーベース N コンテントっていうのは、まあ、N っていうのは、うまく読めてないっていうところがあるかっていうとで、まあ、これは平坦なのでほとんど出現頻度がないので、まあ、クオリティはいいねっていうところですね。でその次の、シークエンスレングス、ディストリビューションですけど、まあ、この、シークエンス結果がどこまで、まあ、100で読んでるので100サイクルで読んでるので100のところにピークがしっかり来てるってことで、まあ、しっかり読めてるねっていうところです。で意外とあの、まあ、プレップですね、ライブラリーを調整するところでこのデュプリケーションっていうのが発生する頻度、まあ、特に PCR のところとかインプット量が低い時っていうのはデュプリケーションが発生しやすくて、まあ、研究者がウェットの分野のところで、まあ、結構頭を悩ますところではあると思うんですけれども、まあ、ファスト QC 取ってみると、青がトータルシークエンスで赤がデュプリケイティッドシークエンスなので、まあ、ちょっと、1が結局、100に近いほど良くて、でここからどんどん出現頻度が、どれぐらいのものが出てくるかっていうのがあるんですけど、まあ、この辺にちょっとピークがあるので、
多分バッテンがついてるんだなっていうところですね。デプリケーティッドリードがまあないライブラリーがまあいいよと。で、オーバーリプレティッド、リプレゼンティッドシークエンスっていうのが、よいしょ、重複数の多いリードっていうのがどれぐらいあるかっていうので、ここの部分に、まあ、今回ですね、今回のデータはノーって書いてあるので、まあ、そういうのもないよと。からアダプターコンテントっていうのは、まあ、アダプター配列のところですね。アダプター配列がどれぐらい出てくるかっていう、ちょっと下で見えないか、よいしょ、っていうので、まあ、そこも指標になると。でケーマーコンテントはリードから観測されるケーマーですね。よいしょ。でこれがちょっと乱れているとので、まあ、バッテンがついていると。で見てみると、シークエンスの、まあ、例えばですけど上の方の CTAG TCG とかっていうのが出てると、まあ、こういうところで、まあ、クオリティを見るよというところですね。で、続いて、よいしょ、おっと、で今度はこのファスト QC で、まあ、ファスト Q の、ファスト Q ファイルの、クオリティを見て、じゃあどれぐらいの、トリミングをしたらいいかなっていう、まあ、簡単なというか予測を立てて、クオリティのいい配列に、まあ、整形していくということが必要になります。でその時に使うのが、ファスト X ツールキットというものを使います。で、これはクオリティの良いリードを選別するために、まあ、アダプター配列とか短い配列、そういうものを除去するためのツールになってます。で、これのインストールの仕方っていうのが111ページに書いてあるので、皆さんもちょっとやってみてください。で、ブリューでインストールファスト X、アンダーバーツールキットっていうのを入れてもらうと、インストールが開始するかなと思います。でもしかしたらまたホームブリューで詰まっちゃうところがあるかもしれないので、はい、言ってください。でうまくいった人から、インストールうまくいった人から、まあ、次のステップに進んでもらいたいんですけど、一旦ですね、今、おそらくファスト QC の、階層にいるかと思うので、エクスプレッションの階層に一旦戻るっていうことが必要です。必要ですというか、まあ、そこで作業したいので。で、簡単に戻る方法としては CD 打った後にドットドットスラッシュで上の階層に登れますし、エクスプレッションのところに、先ほどと同様に、行ってもらうっていうのもありかなと思いますので、とりあえず作業場所としてのエクスプレッションのディレクトリに一旦戻ってください。で戻ったところで、トリミングをかけるというところに行きます。で、111ページの中段のところですね。でファースト Q アンダーバーのクオリティアンダーバートリマーで、ハイフンで Q33、 まあこれちょっとおまじないみたいなものなんですけど、その後のハイフン T20 とハイフン L30 っていうのが、まあ、今回仮にですけど、ここの数値は変えることが、できます。でそれぞれですね、このどういう条件でトリミングするかっていうものになります。で今回の場合はクオリティ値ですね、フレッドスコアが、20未満の塩基を取り除いた上、取り除くっていうのが -t の20、スペース1個空けて20っていうもので、その後ろの -l の、1個スペース空けて30っていうのは、30塩基以下の断片を、破棄するっていうようなトリミングの仕方になってます。つまりさっきファスト QC の結果で後半部分スコアが20以下に落ち込んでるところってありましたけど、あれを落としちゃいましょうという処理になります。
それから、このファスト QC ではちょっと見えなかった30塩基以下の断片っていうのを、破棄するっていう方法を取ってます。はい、最初の Q30 っていうのは何でしたっけ。ちょっとこうおまじない的なものです。ここは差し替える必要はないです。でその後ろの T の部分と L の部分の数値を、書いてあげると、それぞれ自分がどういう条件で、例えば、クオリティ値が30未満ってしたかった場合は T の後ろを20ではなく30にすると、かなり厳しめ のトリミングだとは思うんですけど、それとかその、-L のところは例えば50塩基とかに50ってしちゃうと50塩基のものを全部切っちゃうとか、クオリティは良くなるけど使えるデータが少なくなっちゃうということですね。でおそらく今回このテキストに書いたのが、スタンダードな切り方だと思うので、それを例にちょっと書いてみました。でこれはやっぱりどういう、結果を使いたいかっていうところで論文書くときもある程度メソッドの部分に書ける部分というか、どういう条件で自分は解析したんですよっていうのを書ける部分だと思いますし、常にこの条件でやればいいっていうものでもおそらくないと思うので、この辺の値は適時自分に合わせ、自分の解析したいというか どこまでそのクオリティを求めるかっていうので書いてみるのが必要かなっていうふうに思います。30塩基にしてる理由ですか。そうですね、大体3割ぐらいだと3割ぐらいのものは切っちゃうっていう方、慣例と言ったらあれなんですけど、ただそれが例えばどれぐらい自分が読んでるかによると思うんですね。100っていうのは今例えばハイセックですと100ぐらい読むっていうのはベタといえばベタなんですけど、人によっては例えばあとは動物種によってはそれを50サイクル分しか読まないとかってなった時にそこで30切っちゃうとそれってほとんど切っちゃうことになるので、そこはサイズ調整が必要かなって思います。全体の3割とかっていうのは大体それぐらいですね。はい、これ最初クオリティが悪いところを取り除いた後の長さから3なんて取り除いた後で30以下になったものを捨てるってこと。取り除いたクオリティが20以下にの塩基を取り除いて、その結果30塩基以下になったものを捨てるってこと。そうですね、だから2つ合わせてるっていうことですね。はい、でこのトリミングは結構そこそこ時間がかかると思うので、もうどんどん、トリミングをかけられる人は進めてもらったらいいかなと思います。はい、例えば、トリミングした後にもう一回ファースト QC かけたんですけども、それでもまだレッドの部分、でそこは自分がどこまで許すかっていうところなんですよね。そのトリミングかけるレベルをもうちょっと上げて、使えるデータをもっと、使えるデータ自体は減らすんだけどクオリティを良いものとして続けたいかっていうところなんですけど、一般的にはそこら辺はどういうふうに取られる。この条件でトリミングした時すると大体ファースト QC の結果である程度こうさっきのバッテンとか出てたとしても、大体これぐらいの条件で切ってるから良しとするっていう形に、そこで完璧に100点を出さないと次のステップに行けないっていうわけではなくて、どこまで自分が許すかっていうところが基準になっちゃうんですけど、例えば今の場合だとトリミングかけるかけないでドッパッとかけた場合に大きく結果が異なって、大きくっていうよりは多少変わります。多少、はい、多少という表現がどれぐらいが多少かっていうちょっと難しい部分でありますけど、結果は確実に違います。でクオリティの悪いもの、例えばトップハットかけた時に低発現のものとかもおそらくこう
マッピングで引っかかってくると思うんですけど、そういうのをクオリティを落とすことで、あ、クオリティをクオリティで切ることで引っかかってこない、その後のカフリンクスとかも行くときに、あの悪いものを切っておけば余計なその真のエクスプレッションの値ではないものを引っ掛けてきてしまう可能性もあるので、ある程度トリミングして綺麗な状態にしておいた方が、よりそのデータの精度というか品質というか質は良くなると。そうするとトップハットをかけた後にいまいちだな、もう一回トリミング し直した方がいいなってやり直すこともあるんですか。そうですね、そこはあのもうケースバイケースで、やっぱりちょっとおかしいなってなったら元に戻ってもう一回やり直すとかって。なのでそこがすごくさじ加減が難しいところで、あのトリミングする時の値をこう上げれば上げるほどやっぱり残ってくる使えるデータっていうのは少なくなっちゃうので、その場合はあのどれぐらいあのシークエンスする時にどれぐらいデプスを読むかっていうことにも多分つながると思うんですけど、そんなにデプスを読まない場合はそこそこやっぱりクオリティって落ちるので、そういう場合はちょっとトリミングの値を下げてあげる、甘くしてあげるっていう質もあると思うし、それからあのたくさん読んでる場合はそれだけ十分のデータがあるので、トリミングの条件を多少厳しくしたとしても使えるデータがあるかなと。教科書の注射コマンドがないんですか。人によってそのトリミングした方がいい。はいはい、そのキットの、マニュアルとかに書いてあると思います。でこの、 あの今質問があったのが、米印の5番で欄外に書いてあるやつですね。クローンテック社のスマーターキットっていうのは、まあ、聞いたことあるかと思うんですけど、これの場合は最初の3塩基をトリミングしてくださいっていうのがもうマニュアルに書いてあります。なのでそういうのを細かく見ないで、まあ、実はあの 裏話を話すと、あのそれを知らずに解析したこともあります。そしたらものすごく乱れてしまって、なんかこれおかしいっていうので、よくよくマニュアル見たら3塩基切ってくださいと書いてあったの で切ったら良くなったという経験があります。ちょっと細かいんですけど、3塩基のアダプターとかに由来してるんですか。そうです、はい、その通りです。ノットリンクとか、はい、トリミングの仕方ってどうやってトリミングしてるインストールされてるけど、どうやってトリミングをしているか、30、20、30、うん、それはことはないですか。30、20、30、うん、30、30、30、20、3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 0
1延期、1延期っていう意味ですか。それはないですね。はい。はい。そうです。はい。ブートがなんか入ってるからで、そこをちょっと大変申し訳ないですけど、今の質問に関連してくるんですけど、最初にユーザーがどうするかこうですが、24巻のものが出た時点で、こうその後ろを捨てオーナーを変えなきゃいけなくて、10以下のものが出た時点で1個のリードを見た時に、1個のリードの攻撃がずっとオーダー手側から並んでいるのを見た時に、最初に20以下が出た時点でそこから後ろを捨てる、20以下が出た時点で、その後がクオリティが良くてもってことですか。はい、その場合は、その場合は、で、それで、そのことで、見に行くときはそうですね。あなたのユーザーじゃないから、書き込めなかった。そうです、今おっしゃってる通りで、そのだんだん、よいしょ、これを見た方が、これだと思うんですけど、最初にその
20とかを基準にしたときに、20以下のものっていうのが出現したときって、後半になればなるほどあのクオリティ落ちます。で、落ちたところっていうのが基本的に基準になるので、そこで切られちゃう。で、シークエンスしていくときにここからいきなり良くなるってことはまずないので、そこは、こっちから切っていくっていう方向ですね。20っていう値でここに足した時点で、あのそこから切るよっていうことです。最初の元気で、最初の5万くらいは悪いのが、はい、多少あると思います。けどこれが20を超える時点で、あのもうこの後って、多少ここでは回復してますけど、あのかなり質の悪いライブラリーっていうことになります。なのでそれをどう解析するかなんですけど、例えば、FFPR、 あのホルマリンフォーマイしたやつっていうのはかなりクオリティ低くなると思うんですけど、そういう場合はもう悪いことが前提なので、例えばトリミングをしないっていう選択肢ももしかしたらあるかもしれないし、もうちょっと軽めで 10のところで切っちゃうとかっていうのはあるかと思うんですけど、なかなかそこは難しいところだと思うんですけど、トリミングは皆さん どうですかね。まだ終わんない感じです。多分終わんないと思う。もうちょっと時間かかると思います。あの実行中は何パーセントコンプリートとかって先みたいに、これ多分出ないと思いますね。多分点滅してるだけじゃないかなと。ここでそうですよね。で、一つ確認方法としては、トリミングかけてる中間ファイルがエクスプレッションのところにあるかと思うので、そこでどれぐらい進んでるかっていうのはある程度見れるかなと。で、おそらく今実行してる方がほとんどだと思うんですけど、左下のカーソルのところがこう点滅してるかと思うんですけど、まあ、それは点滅してる時点で動いてるので、この後おそらく待っていれば結果が出るっていう状況に今あるかなと思いますので、あんまりこまめにあれかな、休憩取ってもあるかもしれない。で、あとは、皆さん使ってる PC のスペックによってやっぱりその処理速度か時間とかがちょっと変わってきてしまうので、なかなかあの古い PC とか使ってたりとかするとちょっと遅いかもしれないですね。みんながみんな同じ時間かかるわけではないかなと思います。サンプル数本当に出てる量がすごい少ない量とかで計測する場合にはブラントが変わったりとかするのかなって興味が、インプット量ってことですか。元のインプット、例えば RNA のインプット少なかった場合ってことですか。分布は変わってくると思います。で、インプット量が少なくなると、特に低発現のものとかって引っかかってきにくくなる。例えばスマータを僕らがやりたいと思ったのは、そもそものサンプルが少なくて、そこから抽出した RNA が100ナノグラムも満たないっていう状況で、一発勝負でどうしてもやりたいってなった時に、まあ、50ナノでできるものとかっていうのでキットを選んだりとかしてたんですけど、あ、50ナノもっとスマータの場合はもっと少なくていけますよね。で、そういう時はやっぱりあの大量につぎ込んだ時とやっぱり分布は変わってくるかと思います。ただ、まあ、どういう条件でサンプリングしてどういうライブラリを作ってでシークエンスしたかってっていうところが多分重要だと思うんですよね、論文にする時も特に。なのであのでメッセンジャー RNA の一番解析の中であの難しいところっていうのは、その常に同じ条件でサンプリングをしなきゃいけなかったりとか、例えばあの培養細胞からだと P の0というか培養0日目3日目5日目ってサンプリングするとした時に、その状況下っていうのをしっかりあのなんていうんだろう、整えなければいけない。その条件変えることでメッセンジャーが変わっちゃう
なのでどういう条件でサンプリングしてどういう条件でライブラリしてっていうのが多分重要なのかなと。なのであの全てのデータがこう何て言うかな、こういうこと 言わない方がいいのかな、あのやっぱりサンプリング条件を整えるってことが基本的に実験の中で重要で、それを大前提としてあのシークエンスして解析していくっていう。条件が変わってしまうとやっぱりこの分布も変わってしまうと。トリミング終わった人、あ、終わってますね、ほとんどの人が終わってますね。なので改めてファースト改めてファースト QC の結果を見てみてください。トリミング終わったやつをファースト QC にかけるですね。まだファースト QC にかけた人っています？あ、もうかけてる。じゃあ、かけてない人がほとんどのようなので、トリミング終わった後の、ものをファースト QC にかけてみてください。で、もうファースト QC までかけ終わっちゃったっていう人ももしかしたらいるかと思うんですけど、だいぶ様相が違ってきてるかと思います。まだの人もいるかもしれないんですけど、今ちょっ と、画面の方にですね、トリミングし終わった後の、結果をファースト QC にかけたものになります。で、特にまあやっぱり顕著なところっていうのがこの後半部分ですね。先ほどのやつがよいしょ、こちらで、やっぱりこの辺かなりリードの後半、リードの後半というか後ろの部分ですね、だいたい75ぐらいを超えると悪くなっているところがトリミングかけてあげると、まあほぼ全部、ほぼ全部というか全部ですね、30以上の綺麗な状態になった。まあこれでクリーニングというか、綺麗なトリミングが終わったかなというところです。で、このように、まあ特にですね、さっきちょっとボーノさんの話にもありましたけど、最近のシークエンサーで出てくる、まあ特にイルミナー社のシークエンサーとかで出てくるデータっていうのは結構もうすでに生の状態でも綺麗なものっていうのが増えてきてはいるんですが、まあ昔のデータをまた掘り起こしてですね、使おうと思った時にやっぱりちょっとトリミングが必要な機会っていうのがあるかなと思います。そういう時にまあこのトリミングを使ってみてください。絶対にやらなきゃいけないっていうわけではないですけど、まあやった方が綺麗なデータとしてあのこの後の処理というか解析に使うことができるかなというふうに思います。で、テキストでは、まあ、全てのファイルをですね、トリミングかけて、トリミングかけた、ファスト Q ファイルを作るっていうところがあるんですけど、まあ、今回はちょっと、ボリュームも多いので、そこは割愛します。まあ、一つ出来上がったので、この後のトップハットには、このトリミングし終わった、ファスト Q ファイルを使って、実行してもらえたらなと思います。で、ようやくですね、今日の締めくくりというか最後ですね、遺伝子発現解析の3というところで、トップハットにかける、RNA の、アライメントをかけるということと、からマッピングデータのフォーマットについて、まあ、ちょっとお話ししていきたいなと思います。で、もう結構ゴールは近いんですけれども、まず何をするかというと、解析をしている、ディレクトリにもう一度、まあ、確実にエクスプレッションというところで、言ってくださいということをしてください。で、それがし終わったらですね、ファインドコマンドを使って、トリミングしたファイルを、が、このエクスプレッションのところに入っているかどうかという確認をちょっとしてください。で、それが終わったら、またファインドで今度は GTF ファイルがある場所っていうのを、しっかりこのコマンドを打てば GTF ファイルのありかっていうのが出てきますので、それで見つけてください。で、またファインドで、今度はゲノムファーファイルですね、ゲノムファイルがある場所っていうのを見つけてください。で、ちょっと訂正があるんですけど、この訂正っていうのはテキストの方の訂正になります。で、先ほどもちょっとありましたけれども、主従者の、サイトから、
それぞれですね、GTF ファイルと、ゲノムファスタファイルを落としてきたときにですね、ちょっとコマンドの、部分が違いますと。コマンドというか、場所ですね。で、それ何が違うかと言います と、主従者 .com ngs.level2 の2で iGenome っていうところが、こっそり、抜けちゃって、テキストの方では抜けてしまっているので、ここは、加えておいてくださいですね。この条件で解析するときはここの部分が必要になってきますので、今お話ししているのは、112ページのところの上のところですね。もう本当にトップハットをかける直前のところに今たどり着いてます。で、ここまで終わったらですね、これはあくまでもファイルのありかを確認しているだけなので、まあ、この後のトップハットをかけるときにこの情報が必要になってきますよということです。で、今度はトップハットの結果を、入れるディレクトリを作っておいてください。また同じようにですね、mkdir で make directory をつのコマンドで、トップハットリザルトを入れるような、ディレクトリを作っておいてください。でですね、テキスト通りに、やると多分止まってしまうっていうのは、先ほどの、こっちか、ngs.com/ngs.dat iGenome のところまでが抜けてしまっているので、多分動かないと思うんですが、これ入れた上、ここを加え、このピン、マゼンダで示している部分を、加えた上でそれぞれのところを、入力していってください。で、おそらく動く人とこける人が出るんじゃないのかと一番懸念しているところではあるので、動かなかった人は全員が共通して動かないとかっていう、同じ条件で動かなかったっていうわけではなくて、多分個々の条件が違うんじゃないのかなっていうのがあるので、まずは、トップハットをかけてみるっていうところをチャレンジしてみてください。で、ちょっと説明すっ飛ばしちゃった部分があるんですけど、トップハットの後の -p ってやつですけど、皆さんの CPU のコア数に合わせて、変化するというところなんですけど、ちょっと情報によると6を、2じゃないと動かないというパターンがあるみたいで、皆さんコア数多分2だとは思うんですが、一応2でここは入れておいてください。で、その後のハイフン大文字の G で、GTF ファイルを指定するんですけど、その時は先ほどの修順者っていうところも含めて iGenome までですねを入れた上で、ホモサピエンス NCBI ビルド 37.2 アノテーション、アーカイブスで GTF までですね、ジーンズ GTF まで入れてください。それからハイフン O 小文字の O でトップハットリザルツの仮想にですね、ここからあとサンプルが分かるようにですね、サンプルの名前が分かるように、今回は、ERR の ID ですね、266335で、これ実際は、エンブリオニック ES 細胞の、Day0 っていうやつなので、ちょっと今回は P0 っていう名前をつけて、ディレクトリを作ってます。で、その後は、ゲノムファスタファイルなんですけど、これもホモサピエンスの前に、修順者 のところから iGenome ってやつのところまでを、加えておいてください。で、トップハットかけるファイルなんですけど、ERR、266335でトリミングしたファスト Q ファイルっていうものを指定して実行と。で、最初、これも人それぞれかもしれないですけど、そのうちファン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 が鳴り始める
と思いますので、それはうまくいっているところかなと。でもしうまくいってなければ もう最初にすぐこけて、なんかエラーメッセージみたいなのが出てくるかと思うので、まずは実行してみてください。ここですいません、僕の説明不足で申し訳ないんですけど、さっきですね、仮想のところで、よいしょ、ゲノムファーだけですね、ファストファイルだけっていう感じで書いてしまったんですけど、これ全部が必要になります。全部がないとトップハットかかりませんので、それを落としてもらえたらなと思うんですが、今どういう状況なのか、皆さん今これ1個しかファスタファイルしか入ってないっていう状況に、あ、取りました、なるほど。でですね、今日は、もうここまででやっとトップハットかけられましたというところで、終了になります。無事かかりましたか。まずかかってない人っていますか。あ、みんなかかりましたね。みんな大体かかってる。でおそらくこの、PRR266-335 は、一番ちっちゃいファイルなので、でも多分数時間はかかるかと思います、はい、なので、多分このままずっと待ってても懇親会終わるぐらいにようやく早い人で終わるかなというところだと思いますので、本日はここまででちょっと一旦終わりということで、このトップハットが、うまくいったらですね、トップハットの結果は、トップハットリザルツの、ディレクトリの中に、まあ、これだけの数がファイルというか、ファイルですね。ファイルと、ディレクトリができます。で、1個だけログズっていうディレクトリがあるんですけど、この中に、このトップハートかけた時のログが残ってて、あと一番この後のカフリンクスの工程で絶対必要になってくるのが、アクセプティッドヒッツバムっていうやつで、このバムファイルっていうファイルが、トップハートの結果が集約されているものになります。から、アラインサマリーテキストっていうのが、今回のこのサマリーが載ってる。それからディリーション、それからインサーション、それからジャンクションのそれぞれベッドがあって、プレプリーズかな。で、今回マッピングした時に、マッピングできなかったものっていうのがまとめられて、アンマップツの、バムファイルっていうのが出来上がってます。なので、このトップハットの結果、明日ですかね、見ていただけたらなと思います。で明日これかかったファイルをその本にあるとのやつのファイル の計算した結果を皆さんに配りますので、それを使ってその続きをやるということなので、今の計算は止めてもらっても結構ですけど、あったかいのでずっとそれ続けてやるっていう回路があるようになるんですけど、電気代食いますので好きにしてください。大体うまくいかない、ここから先で多分失敗することもあるんですけど、そういう時ってログズっていうファイル中のファイルを見ると大体何が失敗しているのか分かります。でそこを見てこれでうまくいってないみたいなのを他の人に聞いた方が多分いいと思います。てか僕もなんでうまくいかないかっていうと、そこのログのファイルを見て判定しますので、はい、ごめん勝手に補足しました。ありがとうございます。じゃあ本日の、この講習会は一旦締めさせていただきます。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。